1953年の台風のデータ、台風の発生数は23個であった。この年から北西太平洋の熱帯低気圧のうち最大風速が秒速17.2メートル以上のものという台風の定義が使用されることになった。1952年4月28日に講和条約が発効すると、それまでアメリカ極東空軍司令部によって細部まで管理。 されていた気象事業を中央気象台が自主的に行えるようになり、これを機に台風作業が検討され、1953年5月29日に台風に関する予報業務取扱い催促が作られている。この催促により、同年6月4日、それまでの外国の女性名だった台風の呼び名をやめ、番号で表すことが中央気象台より発表された。 このようなことから、1953年以前の台風と称している資料については、取り扱いに注意が必要である。この年の受理台風は、女性名で故障された最後の台風で、あもあり、そして終戦後に番号を付けられた最初の台風でもある。この年に日本に接近した台風は10個あり、うち2個が上陸台風であった。 9月に上陸した台風13号は近畿地方を中心に甚大な被害をもたらし多数の犠牲者を出した。 十九万五千三百一十九万五千三百二十九万五千三百三十九万五千三百四十九万五千三百五十九万五千三百六十九万五千三百七十九万五千三百八十九万五千三百九十九万五千三百十十九万五千三百十一十九万五千三百十二十九万五千三百十三十 19万5千3百く14、19万5千3百、15、19万5千3百十16、19万5千3百十17、19万5千3百、18、19万5千3百、19、19万5千3百、20、19万5千3百、2一19万5千3百、20、29万5千3百、23? ありがとうございます。